まぶーです。今日はですね、そうです、すこやかさんにやってきました。なぜかですね、この間すこやかさんに来た時にウニひしおという、ちょっとツイッターでツイートしたことあるんですが、ウニの醤油、ちょっと気になる方は調べてみてください。ウニひしおで調べてみてください。それちょっと入手、ある方からいただいて食べたらすごく美味しくて、で自分たちでも取り寄せて食べたりしていて、一平さんにおすすめしました。店主たら、これ使ってラーメン作りませんかって言ってくださって、今日はその限定ラーメンを食べにやってまいりました。で、ウニと、なんとでも食べたことないんだけど、トリュフです。高級食材のトリュフを使ったラーメン、まじそばです。一体どんな味がするんでしょうか。非常に楽しみであり緊張しております。はい行ってみたいと思います。 GO。 はい、特製ラーメンが2つと2種類のラーメンを使ってます。背筋が伸びますね。はい、どうも。ありがとうございます。届きました。すごい香りが、これがトリュフなんですね。なんか味というか香りを楽しむものだっていう下調べをしてきました。ピピピンと調べてきて、どうやって食べた、このまま混ぜ混ぜして、あ、もう、あ、混ざった、そうですね、こうウニ塩のタレと混ざってる。緊張する。いただきます。いただきます。あ、すごい香りが。わ、すごい、下の方から来た。いや、あ、すごい、いただきます。なんだこれ、おいしい。では、懸案のトリュフを一緒に、こんな贅沢いいのかな。いいでしょう。なんか目寄ってない。いただきます。今夜来てるんですけど、お昼と夜の間のお時間で、あの打ちたての手もみ麺を使ってらっしゃいます。小麦の香りもバンバン、おいしい。どうしよう、卵いい。チーズも全部
卵もチーズも合う。おいしい。うん。自家製チャーシュー、豚チャーシューと鶏チャーシューが添えられています。これ豚。あ、鶏チャーシュー、口の中にウニの香りとかの混ぜそばの香りがこう口の中に残ってて、かぶっとかむとまたこの鶏チャーとね混ざって美味しいんだ。美味しい。なんだっていうのを、身をもって体験しました。拙い感想ですみません。とっても美味しかったです。また食べたいな。あ、そっか、ウニひしをまた持ち込めばいいんだ。なんちゃって。伊手さん、篠さん、ありがとうございました。おかげさまで美味しいものいただけました。さてさて、次はどこに行って何を食べようかな。お楽しみに。またね。ごきげんよう。さやかさんでした。お疲れ様です。ありがとうございます。もうちょっとできるか。自分たちがもう一回やりたいな。リベンジ編をやりたいな。また。あ、ごめん。はい、すいません。また次もあるし。次はリフォー。トマトももう一回やんなきゃいけないし。楽しみにしてます。トマトも。なんか冷やし中華作りたいって。冷やし中華。白垣くんがぶついてましたよ。なんか美味しいオフとか調べてました。おー、楽しみですね。やってくれんのかな。